スイスジュネーブのパレデナシオンテマへの国際連合加盟国の国旗。2015年以降は加盟国193カ国、及びオブザーバー国2カ国の旗が掲げられている。国際連合加盟国は国際連合の加盟国。原則として主権国家で国際連合総会決議での加盟の承認を要する。1945年の国連設立時の 現加盟国は51カ国。2020年現在の加盟国は193カ国。なお加盟国のほかに国際連合総会オブザーバーなどがある。国際連合の加盟対象は国際連合憲章第2章第3章によって国際連合憲章に掲げる義務を受託し、かつ国際連合の機構によってこの義務を履行する能力。 および意志があると認められる原加盟国以外のすべての平和愛好国とされている。この規定により国際連合に加盟できるのは主権国家のみである。ただし例外として国連設立当初からの加盟国であるインドフィリピンベラルーシウクライナシリアの5カ国は加盟時点では独立した国家ではなかった。加盟資格を有する国が国際連合加盟国となるには 国際連合憲章第2章第4条の規定に従い、国連安保理事会の勧告に基づいて開かれた国連総会の決定で加盟の承認を得る必要がある。そのため、主権を有する事実上の独立国であっても国際的に認知されていなかったり、特定の加盟国からの反対があると加盟することができない。以下表中、五十音順。 1945年設立当初の51カ国のうち現在に至るまで存続している国及び継承国が存在している国49カ国は太字で表した。残る2カ国はチェコスロバキアとユーゴスラビアである。中国の代表権も1971年10月25日に中華民国から中華人民共和国に入れ替わっているがどちらの政府も その前後に存在している。1、中華民国は国際連合の設立当初からの原価名国であった。しかし、国境内戦により、中国国民党を率いる中華民国政府は台湾に逃れ、中国大陸の大部分を制圧した中国共産党が1949年10月1日、中華人民共和国の建国を宣言した。この両政府間の紛争の中、 中国大陸の広大な地域を実行支配する中華人民共和国側は国際連合における中国の代表権の獲得を図ったが中華民国が国際連合の代表権と安全保障理事会常任理事国の座を維持し続けた。1971年10月25日国際連合総会で中華人民共和国を中国の唯一の正当な政府とし、 小解析の代表を追放するとした2758号決議が採択され、中華民国が国連と国連機関から脱退し、代わりに中華人民共和国が安全保障理事会の常任理事国をも含む代表権を獲得した。1990年代以降、中華民国が中国としてではなく人口2300万人の台湾として 国際連合へ加盟しようと様々な提案が試みられているが、いずれも委員会を通過するまでには至っていない。現在、14の加盟国とローマ教皇庁が中華民国との外交関係を維持している。2、チェコスロバキアは国連設立当初からの原加盟国であった。1992年12月10日、チェコスロバキアは1992年12月31日を、 持って解散し、チェコとスロバキアとして、改めて加入することを国際連合事務総長に通知した。両国は1993年に1月8日、安全保障理事会の推薦をもらって同年1月19日に同時に加盟した。3. ドイツ民主共和国とドイツ連邦共和国は1973年9月18日、共に加盟した。 両国は1990年10月3日、東ドイツが西ドイツに吸収される形で再統合されたので、ドイツは1973年9月18日から加盟しているとみなされている。4. タンガニーカは1961年12月14日に、ザンジバル王国は1963年12月16日に国際連合に加盟した。タンガニーカが タンガニーカ共和国、ザンジバル王国がザンジバル人民共和国となった後、両国は1964年4月26日に合併してタンガニーカザンジバル連合共和国となり、さらに1964年11月1日にタンザニア連合共和国に解消し、その時から一つの国として加盟している。 5エジプト王国とシリアは共に1945年10月24日の国連設立当初からの加盟国であった。両国は1958年2月21日に連合を組みアラブ連合共和国となり、1961年10月13日までは一つの国として加盟していた。その後、シリアがエジプトから独立し、別々の加盟国となった。 エジプトは1971年9月2日まで、アラブ連合共和国という名前で、国際連合に加盟していたが、その後エジプトアラブ共和国と解消した。6. ソビヒエト社会主義共和国連邦は1945年10月24日の国連設立当初からの加盟国であった。1991年12月24日、独立国家共同体の11カ国の指示を受けて、 ボリスエリツンドシア大統領が国際連合事務総長にロシア連邦がソ連崩壊後安全保障理事会をはじめとする各国際機関の地位を引き継ぐと通知した。残りの旧ソ連の共和国は現在すべて国際連合に加盟している。7、イエメンは1947年9月30日に加盟した。加盟時はイエメン王国であったが その後イエメンアラブ共和国に体制が変わった。南イエメン人民共和国は1967年12月14日に加盟した。その後イエメン人民民主共和国に名称を変更した。両国は1990年5月22日に統一され、それ以降はイエメンという一つの国として加盟している。8、ユーゴスラビアは1945年10月24日の 国連設立当初からの加盟国であった。当初はユーゴスラビア民主連邦として後にユーゴスラビア社会主義連邦共和国として加盟した。1992年にユーゴスラビア解散の後は2000年11月1日まで新たに作られたユーゴスラビア連邦共和国として加盟していた。しかし国際連合は新しいユーゴスラビアが 以前のユーゴスラビアを継承する国だと承認しなかったため新規加盟とされている。かつてユーゴスラビア連邦を構成していた国々は現在すべて国際連合に加盟している。ローマ教皇庁パレスチナが国連非加盟のオブザーバー国として国際連合に参加している。数年間スイスもオブザーバー国として参加していたが、 国民投票により2002年9月10日に正式に加盟国となった。またヨーロッパ連合、赤十字国際委員会、丸滝騎団のような国際機関や非政府組織、正式承認されていないが主権を有する実態もオブザーバーになっている。西サハラにあるサハラアラブ民主共和国は国際連合が独立の是非を問う住民投票を実施しようとしているが、 有牧民が多く有権者の認定が難しいために無期延期となっている。だが、約80の国から承認されてアフリカ連合には加盟している。西サハラの一部を実行支配しているが、大部分はモロッコによって軍事占領下に置かれているためにアルジェリアのティンドーフ難民キャンプに亡命政府の本部が置かれている。 クック諸島とニ上エは自由連合国として自治を行っているが外交及び防衛はニュージーランドに代表権があるために国際連合に加盟していない。ありがとうございます。